この組み合わせだと、私が木刀で、休みが懐中電灯ね。はい。開けたところは月明かりで明るいんですけど、木陰とかは真っ暗ですから、気をつけて。ナミちゃん、こっちにいらっしゃい。ほら、翔子さんと休みちゃんは、ちょっとお散歩に行かないといけませんから、ね。ナミちゃん、すぐに戻ってくるから、ね。やすみちゃんの言うことは素直に聞くんですよね。嫌われてはいないと思うんですけど、ちょっとだけ寂しい感じです。椿の群れなす山にはね、椿権現とか椿明神とか呼ばれている姫神様が祀られていて、その山に登ることは禁忌とされていたりしたのよ。ある土地ではどんな時でも入山不可の完全な禁足地だったり、さらにまた別の土地ではよそ者や旅人が登ると暴風雨になるので絶対に登らせてはいけないと伝わっていたとか。休みは苦手なんだっけ？そんなに得意じゃないですけど、苦手というわけでもないです。でも、本とかテレビで見るのと違って、実際に歩いたりするのはちょっと怖いですね。休み、大丈夫？あ、はい。ちょっとびっくりしましたけど。桃子の仕業ね。多分、っていうか絶対。まったく、こんなところに凝って。
でもこれじゃあお化けが怖いっていうよりも桃子の仕掛けたトラップが怖いって感じよね。転ばないように手つなぐ？え？あ、その、お願いします。覆うような一面の椿の花。思い出すわね。先輩、何を？夕べね、夢を見たのよ。あ、なんだ、夢ですか。たくさんの椿が咲いた森の中をね、女の子と一緒に歩き回る夢。赤い椿の花なんだけどね。金を破って山に登ると、たちまち風が吹きすさび、ざんざん降りの大雨に海が荒れると言われています。先輩、誰かいるのかしら。でもあっちには何も。Thank you.
れ何？桃子の仕込み？大丈夫よ。人形か何かでしょう。私から離れなければ大丈夫。休み、大丈夫だから。休み、どうしたの？あ、なんでもないです。気のせいでいろいろ怖いものに見えたりするし。幽霊の正体見たりってやつ。休み、今何か見た？いいえ。明日は天気荒れるかもね。山の天気は変わりやすいって言いますもんね。山って言うほどの山じゃないんだけど。もうじき海が荒れるって話ですけど、そうなってほしくないですね。水着も買ったことだしね。本当に大丈夫よね。あ、先輩、見えました。え？これが、床先の。
花が、床先の椿、なのに。花、散っちゃったわね。あ、はい。狂い咲きのあだ花なら、それほど長くは持たないものか。ですけど、この木、床先の。そういう風に聞かされたけど、どうやらそうでもなかったみたいね。ああ。そうですね。まったく、このタイミングで散るなんて、やっぱり私はくじ運悪い。私のくじ運ってかなり悪い方だけど、今回ばかりは悪くない方に傾いたわね。え？最後の組でよかったってこと。この後の組がいたら、床先の椿が見つけられなくて大変なことになってたかもしれないし、この惨状はごまかせないしね。翔子先輩、この木、偽物だったと思います？どうかしらね。暑いですか？さて、そろそろ戻りましょうか。
つい。